もしもし、姉貴？珍しいな、電話してくるなんて。え？結婚する？今日が式？そんな急に、え？おめでとう、サキ。姉貴。かすみさん。かすみさん。思い出は、セピア色というよりも、暗黒。女子からのいじめ。昔から女絡みではろくな目に遭ったことがない。そんな俺にも好きな人がいた。今日もありがとう。あ、またね。時々家に遊びに来ていた姉の友達。バク君。くそ、かすみさん。みんな幸せになりやがって。俺だけはあの頃から何も変わってない。くそ、あいつも、俺をいじめていたあいつも、みんな、俺だけ変わらない。きっとずっと戻りたい。昔に戻ってやり直したい。ガキに戻って後悔のない人生を、もう一度。ちょっとマジで大丈夫？気絶しちゃったんでしょうか。大丈夫？どこも痛くないですか？姉貴、かすみさんも、結婚式は？ああ、僕くんったら寝ぼけてんの？そんなこと言っちゃ、僕くんがかわいそうですよ。かすみさん、憧れていた、あの頃の。怪我とかはなさそうですね。よーし、じゃあ解散解散。時が戻っていた。どういうわけだか、戻りたいと願ったあの頃に、俺はタイムスリップをしたようだ。ちょっと僕くん、早く学校行きなさいよ。遅刻するわよ。学校行くの？おはよう、僕くん。お隣のおばさんだ。懐かしい。確か自宅で英語教えてて、改めて見るとめっちゃ若くて綺麗だ。セラ、ちゃんとご挨拶なさい。あ、セラ。そうだ、僕くん今夜ご両親留守にされるんでしょ。うちに泊まりにいらっしゃい。きっとセラも喜ぶわ。そうね、ママ、一人じゃ寂しいでしょ。ぜひ来てね、僕くん。さあ、二人とも学校に行ってらっしゃい。車に気をつけてね。暇してるんなら遊んであげようか。プロレスごっことか。